リカコーヒー。はい、リカコーヒー第2弾です。始めていきます。今回の豆はじゃかじゃん、わかるかな、ブラジルサントスです。これは丸宮コーヒー店というところで買いました。まあ、前回は丸宮のアメリカンブレンドを入れさせてもらったんですけど、今回はブラジルサントスを入れたいと思います。ブラジルサントス、地名ですね。地名らしい。ブラジルのサントス州にっていうかな。サントスっていうところの豆みたいです。で、今回は豆が、丸宮の焙煎の仕方って0から5あるんですよ。のうちの2です。なので、どっちかっていうと浅い方、浅くいってる豆になります。今回はこれをしていきます。ってことで、開封の儀。じゃじゃじゃん。ああ、いい匂い。嗅がせたいね。いい匂い。じゃあ今回は何グラムしようかな。今回は12グラム測っていきます。オッケー。あ、13になっちゃった。12にした方がいいね。12って言ったんだからね。12になった。見る、新しくなりました。実家のからね、変わりまして新しいの買ってもらいました。ちょっとあれがわからないから、とりあえず入れてみます。可愛くない？これ引き出しあるんだよ、見て。やばいよね。ほうほうほう、いざ。これいったらどんぐらいなの。あ、結構細かいかも。なんか、結構細かいかも。粗さ変えます。お、間違えた。粗くなった。気持ちはもうちょっと粗くしたいね。お、取れた。これ下だね。下か？あ、だね。感触的にはいいけどな。あ、ドンピシャ。あ、来た。え、来たよ。豆を。
大丈夫、二重暗号なってない、やばい、ガサガサ言うね。どんくらい、あと少し、こんな感じ、見えんね、こんな感じ見えるかな、ちょっとね粗くしてみました。これは後ほど出します。ことで前お伝えした通り、ドリッパーにウェブフィルターを入れていきます。これも買ってもらったばっかりなので、まずちょっとこうやって広げます。こうやって小さくなってるからね、広げて1枚だけ取ります。オッケー、出番終了。ほんで湯が必要、よいしょ、湯で蒸らします。楽しみだね。湯を捨てます。あ、余計なことをしてしまった。カン。オッケー。やっていきましょう。とりあえず湯が冷えるのを待ちたいので。沸いた湯をポットに入れます。ちょっとね、今回温度計は忘れちゃったんだよね。温度計忘れちゃっても大丈夫、感覚でいっちゃいます。今回の温度は本当はね、ブラジルやからね、89か90ぐらいでいきたいなと思ってたんですけど、とりあえず出します。これどうやって入れるの、落ちるね、バフってなるね。サーバーに映る自分ブス、黙っちゃうね、真剣にやってるとね。なるべく入れやすいものに入れてください。ちょっとこれは入れにくかった。でも可愛いから OK。よし。まあまあいいでしょう。90度はいってない。90度下回ってる感じなんで、もうこのまま入れていきます。よし。いきますよ。まず、はい、50秒。蒸らします。いいね。お、朝色、いいね。ちょっと多分温度が
想像以上に低かったと思うので、今回はゆっくり入れていきます。ちょっとこれ入れるときはね、人差し指でちょっとね押してあげるようにすると、おー出すぎたけど、うわー50、100超えたね。これね、なんかね、こう入れるよりこう斜めにした方がちょろちょろ出やすいらしい。斜めっていうか、こう横にこうした方がいいらしい。なんか久しぶりすぎてできてないけど、雑味が下に抜ける前にまた50を入れます。覚えてる？前回の。あ、朝サイズをちょっと特殊かも、豆的に。丸美屋のホームページに載ってなかったからね、そんな特殊なもの私は買ったんかと思った。沈んだ、オッケー、投入。のの字を書いてて、外一周して振ってあげる感じ。浅いね、色がね。なんか赤茶っぽい感じ。落ちて落ちて。最初が薄かった、なんかね細かかったけんね、落ちるの遅いかもしれん。一滴ずつ落ちよるね。次は50入れて200になった時点で30をちょろっと入れる感じ。よし、もうすぐ入れるよ。細かくしすぎたね。いきます。 OK。 ちょっとごめんね、パタパタ立たせよう、沈みやすいように。200なったけん30を真ん中にちょろちょろ。オッケー。沈むのを待ってゴールイン。どんな味なんだろう。めっちゃ色赤いね。一緒にできたらいいよねこれね。ね。いいよ、沈んでるよ。最後も雑味が沈まないぐらいで切るみたいな。いいよ、いいよ、すごくいいよ。あと少し、最後が沈まんね。あ、来た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 。あ、ちょっとなんか匂い浅いかも。うん、入れていきましょう。よし、じゃ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 ーん。おお、いざ実食してみましょう。なんかね、香りはね、なんかね、この間アメリカンブレンドを入れたでしょ。それよりなんか浅い、浅いっちゅうか軽い、なんか匂いが軽い感じだね。飲んでみるね。あ、美味しい。あ、でも前回のよりなんだろう、酸味はないです。酸味なくって、これ なんて例えればいいんだろう。でも
分コーヒー苦手な人はこれはそこまでも苦くないし、あの深くもない、これコーヒーなんかって思うかもしれんけど、あの苦くないし深くもないんで、なおかつ酸味もないから、コーヒー苦手な人めっちゃおすすめかもしれない。これ本当にすごい飲みやすいよ。うん、なんだろう、スイーツだとさ、なんかだいたいコーヒーって甘いものと合わせたりするやない？なんか本当にそんなに甘、なんかだいたいは私がしてたのはすごい甘いドーナツと深入りのコーヒーみたいな感じでしてたんですけど、これに関しては全然単体でいけるっていうか、甘いものを食べるんだったらそんなに甘すぎないものがいいと思う、これと合うのは。だからうん、え、これいいぞ。多分寝る前に飲んでも絶対みんな寝れると思うよ。そんなにそんなにカフェイン入ってないわけないけどねどういうことやってな。はい、すごい分かりにくい感想やったけどごめんね。でもこのブラジル、なんかブラジルのイメージってどっちかっていうと、私の中で深入りって言って、その結構深く行ってあるもの、今回まあ一番最初にお伝えしたのがこの0から5あるうちの2なんですよね、この色が。ブラジルってどっちかっていうと、まあ、本当に深い色、例えば数字で言うと5が深いとしたら、まあ4とか5とか、まあ、そっちのイメージがブラジルにはあったんですけど、このブラジルサントスは浅く言ってあったので、どんな感じかなと思ったら、すごいあの酸味もなくってすごいすっきりした飲みやすいものでした。だからコーヒー苦手な人は結構おすすめかも。マルミヤのホームページにはなかったからなんとも言えないんですけど、熊本にいらっしゃる方はぜひ買ってみてください。いいかもしれないこれ。ということで皆さん、なんか今回もちょっといろいろぐだりましたけど、まあこんな感じです。第2弾はブラジルサントスでした。次はなんかみんながね、すごい豆を購入しやすいところの豆を買ってきて、こうやってお伝えできればなと思いますんで、ぜひ楽しみにしててください。ではこれにてリカコーヒー閉店、あざした、フィニッシュ。